まゆかの教えてあげる。春の G1 も一休み、今週はほっと一息ついてみませんか。競馬コンパスはたくさんの項目からあなたの好きな要素を選んで世界に一つだけの予想ができるんです。今週は G3 エプソムカップ、昨年の2着馬は世界最強馬ジャスタウェイです。そしてこのレースは競走馬の競馬場実績を重要視してデータ予想します。今週のおすすめはこの馬です。本命は2枠4番ダークシャドウになりました。写真を見てみるとこのレースを目標に調整してきて、うっすらあばらを見せていい感じです。そして対抗は7枠13番マジェスティーハーツ、3番手は3枠5番マイネルラクリマ、4番手は4枠7番ゴールデンナンバーという予想結果になりました。ということでまゆかのエプソムカップの予想結果は本命2枠4番ダークシャドウになりました。3年前にこのレースを制しキャリア5勝すべて東京で挙げているように相性バッチリ、7歳馬でも元気いっぱいです。そしてこの競馬コンパス、パソコンソフトに加えこちらスマートフォンでも使えるんです。これでいつでもどこでも自分ならではのデータ予想ができるようになりました。登録はとっても簡単、ご覧の電話番号にかけるだけで OK。 あなたもデータを駆使した自分のオリジナル予想をしてみてはいかがですか。以上、まゆかの教えてあげるでした。